皆さんこんにちは、ねずこです。いや、ダイダラです。どうもです。さあ、ねずこの格好しております。さあ、忍者らとで、ね、鬼滅の刃のコラボでこんな風にね、いろんな衣装を着れるようになってます。はい、ね、いろんな忍者らとね、鬼滅コラボの動画出してるわけですけど、今回はねずこ会ってことで、皆さん、ねずこかわいいね。ねずこ、ねずこかわいいんだけど、ねずこの専用の武器ないんですよ。ねずこも。なのでね、今回はハンマー持っていこうと思うんですけど、ね、どういう動画内容かというと、まあ、タイトルにもある通り、絶対に炭治郎のお兄ちゃんに守ってもらう、鬼滅の刃、忍者らです。はい。絶対に守ってもらう。そう、詰まるところ、今回今からね、チームバトルのランクマッチをやりに行きたいと思います。で、その中で、私、ねずこが、一回でもやられたら、即終わりという、ルールで、ひたすら炭治郎に守られて、介護されるプレイをしていきたいなと思っております。ね、介護されてて、しっかりとね、守ってくれるのか、みんなを守るって、ほら、これ見て、みんなを守るってさ、ステッカーがある通り、そう、守ってくれるんですよ、炭治郎のお兄ちゃんは。ねずこを守るってことで。絶対に一回も死なせないってことですので、本当に、ね、そうなのか、ね、守られるのか、介護プレイされてみたいと思います。それでは行きましょうか。さて、じゃあ今から私、かまどねずこで、で、かまど炭治郎、お兄ちゃんにね、絶対守ってもらう忍者だ。やっていきましょう。味方に、あれ善逸と、かなおちゃんのピンクカラーの子がいる。ね、こっち鬼滅組ですね、完全に。さて、チームバトルのランクマッチで行われる。ねえ、絶対にお兄ちゃんに守られる。忍者ら、行きましょう。私は、一回も死ぬことなく行こうと思います。頑張ります。特に一度も死ぬことなく行きましょう。うつせみ、ねえ、ねずこにしてくるの忘れちゃった。マリーちゃんだ、これ。やばい、めちゃくちゃ詰めてくる。怖い、助けて、助けて、お兄ちゃん助けて。よし、おい、いいよいいよ、おい、まずいよまずいよ、死んじゃうよ俺。ちょっと俺はひたすらね、あまり知らないようにね、なるべく近くに寄っていきたいよねっていう感じね。ふう、当たんねえ俺。あ、助けて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 、あー死んだー、あー終わったんだが。というわけで、なんで守ってくれなかったの。チャレンジ失敗、くそ、もう一回だ。守ってくれるまで続きます。いや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 、また死んだ。また死んだんだが、2回死んだぞ。悲しい、やられちゃったよ。誰も守ってくんなかった。次は守ってね。ほら、守れなくて落ち込んじゃったわ、ほんま。炭治郎もお兄ちゃんももう次こそ頑張ろうな。じゃあ次の試合よ、 WXDアカデミー。ここで自分は逃げ回ろうと思う。逃げ回らないけど頑張ろうと思います。ねえ、お兄ちゃんに守ってもらいましょう。どうしよう、大丈夫かな。神が怖いよ、神が怖いよ。ついていこう、後ろに、後ろついていこう。もう真ん中絶対狙わない。ここここ、俺ここ俺ここ、もう甘えたプレイしていこう。よし、めっちゃ一人で壊してる、あの人。ちょ、待って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 、よし、ついていこうついていこう。戦いたくないから俺は。な、守ってもらわなきゃいけないから、守ってもらわなきゃ。天地部溜まったから、とりあえずなんかめっちゃ見守られてる感すごい、めっちゃ見守られてる感すごいな、これ。嬉しいね、こうやって見守ってくれると。おらおらおら、イケイケでいいか、大丈夫か、ちょっと怖いな、ここ。これ藤山危ねえ、あそこ死んでたぞ、ワンチャンあっちでたら。藤山警戒も炭治郎のお兄ちゃんに任せちゃって、
多分今天地避けたのマジで偉い、偉すぎる、有能すぎるやろ今の。天あ、やばい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 、危ない危ない危ない、怖い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 、まだ生きてるよ俺、まだ生きてるよ、まだ生きてるよ。いやこの試合まずいぞ。よし大丈夫か、さあ1本ネスコ1本、天地無用がまだ残ってんだよな。よし守りたいが、よし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 、いや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 、どれ連打するのが一番早いのか俺も分かんないけど、よしよし、まだ生きてるぞ俺、生きてるぞじゃない、生きてるぞ。天地無怖い、天地無怖い、天地無怖い、天地無、あ踊っちゃった、デズコやばいやばい、ありがとう。ありがとう、今の今の最高すぎる、今の今のがまさに守り、今のがマジで守りムーブ、忍者らの神髄を見てしまった、守りの神髄いいですね。さあ最速で俺たちは割っておりますが、チームとしては負けそうけど、よし、はい、危ない。さあこれラスト、ラストお互いこれ取っていこう、もうお互いもうね引き気味だからちょっとあれですけど、守ってはもらえた。フィニッシュ、さっきか見ていきましょうね。あれ、おじあれ何時のお兄ちゃん点数低くない、どうしたんだろう、守ることに集中しすぎちゃった。あでもポンマス取ってる。偉い、優秀すぎる、ポンマスは優秀。いやほんとねえ、なんか兄弟2人イモってたからな今回、おもろかったな。はい、というわけで炭治郎お兄ちゃん守ってくれたね。試合はねちょっと負けちゃったんですけど、めちゃくちゃ守ってくれて、しかも大量に敵をやっつけてくれて、最高のムーブしてくれました。ありがとうございます。ねずこ可愛くないマジでね、ほら守ってあげたくなるような可愛さも強さも両方欲しい人におすすめってことで、めちゃくちゃ守ってもらいたい、守ってくれみんな俺を。はい、まあてな感じで今回はね守ってもらいたいでねずこでプレイさせたわけなんですけど、まあね、あのねずこは可愛いね、みんなもね、もしチームバトルでねねずこが味方にいたらもう全力で守ってあげてください。妹ですから、皆さん、皆さんの妹ですから僕は。はい、はい、というわけで終わりにしたいと思います。結構やっぱアバターとかさ、クオリティすごい高いよね、やっぱ、ね、この忍者らのさねずこね、すごいわね。これちょっと別な楽しみ方なんだけど、なんかねずこので服装で、か、ねずこの顔で服をいろんなの着せたりとかも実は、あーダメダメ、裸だけど。これイノスケだからみんなね、いろんな服着せたりとかも遊べるのでね、着せ替えゲームとして楽しみたい方にもおすすめですので、ぜひとも皆様ね、忍者ら遊んでみてください。それでは終わりたいと思いますね。チャンネル登録したい方はチャンネル登録や高評価もよろしく。なんか鬼滅の刃コラボの忍者らなかなか盛り上がってるっぽいのでね、まだまだね動画投稿していけたらなと思いますので、また引き続きよろしく。また見てね、おつぽよ。